はい、こんにちは。えー、前回のですね、続きになります。えー、まあ、ニュートンっていうのは、一つの三次元空間の中で、まあ惑星、宇宙があって、えー、惑星があって、宇宙の中はどこでも同じ時間が流れてると。で、過去も未来も同じ時間が流れてると。で、惑星っていうのは、こう、引きあ、引っ張り合って、それで、こう、太陽の前に回ってますと。で、そういう星雲がいっぱいあって、その中に銀がいっぱいあって、これで成り立ってるっていうのが、えー、ニュートンの、 説ですと。ですけど、アインシュタインっていうのは、えー、いや、そうじゃないと。えー、この三次元空間の中で、えー、普遍的なのは時間ではないと。えー、光の速さだけだったんですよ。光ってのは粒であって、それは30万キロメートルの四角の速さだったんですよ。えー、この時点で、えー、ニュートンのですね、例えば地球の上の時間と太陽の上の時間とか、 あと、月の上の時間それは結距離があるから、地球の上から太陽を見たときに、その太陽ってのは確か、えー、1分40秒後の世界ですっけ月を見た場合。で、地球の上から太陽を見ると、その太陽の上にいる人っていうのは、ええー、8分20秒後でしたっけだいたいそのぐらい遅い時間なんですよ。ですから、人間って距離があると、あの、相手の過去しかお互い見てないってことが分かったんですよ、アインシュタインで。ということは、えー、一つの時間の中、 一つの空間の中には同じ時間とか同じ物質が同じ空間の中にあるんじゃなくて物質っていうのはお互い別々な時間と空間の中に生きてるっていうのが分かってしまったんですよ。この瞬間ニュートンのこの三次元の理論ってふわっと消滅しちゃって、えー、何もない真空、まあ E イコール MCG を E っていうのはエネルギーで何もない空ですと。で、その中に質量がありますと。その質量の中にいろんな 瞬間、時間、空間があるっていうのがこう、分かってきちゃったんですよ。で、この考えをもとに、シュレディンガーっていうのは、何もないっていう状態がその、すべての瞬間、空間の時間が集まった状態だっていう。これ、要するにあの、コンピューターゲームの信長の野望やるときに、やる前にフロッピー買ってきて、要するにそれコンピューターの画面に入れて、コンピューターにバッとこう画面に映すと、それが例えば信長の18歳の、えー、6月だとか、 えー、29歳の8月だとか、えー、35歳の、えー、何、何月だとか、こういうふうにこう、いろんな時間がありますよね。ですから、このフロッピーの中の状態に、えー、形になってない状態の中に、真空の状態にすべての情報が入ってると。いうのをシュレディング入ったところ、えー、ハイゼンベルグが、お前そんな、だって、フロッピーだけじゃその中に入っている情報がわかんないじゃないかと。それを初めてその真空の中にどっかの位置に、 出して、そこで有機生命体になって、人間という知性的な生命体になって、初めてそこで、ああ、宇宙はそっか、138億年前に始まってこの空間があってとか、こっちの世界では、ああ、宇宙は 20, 20億年前に始まって、こっちの、この、今、俺はこの上に生きてんだとか、そういうふうに、えー、どっか位置がないと、しかも知的生命体として考える、えー、力のある、えー、生き物にならないと、自分を認識できないじゃないかと。こういうふうに言ったのがハイゼンベルクで、 で、そうすると、一人の人間が、た、えー、まあ、くさん、いろんな世界があるっていうのは分かりますね。しかも、その同じ空間の中でも、地球の重力と同じ重力を持っている、えー、惑星の上で住んでると、我々は60秒、あと1時間、あと1年とか、そういう単位で時間が動いてきますけど、重力の強い星だと、えー、すごく、あれですね、あの、時間の進むのが早くなって、その重力の強い星から、重力系から離れると、こっちの時間の進み方と、 こっちの時間の進め方は全然変わっちゃうんですよ。こっちで11分ぐらいがこっちで35年とかなんてこう、インターステランにありましたね。ですから、例えば、他の3次元世界、僕、我々はだから138億年という体験をしてるとすると、他の、えー、空間ではですね、ほんの 100, 100分の1秒ぐらいが1兆年ぐらいのこう長さに感じる生命体がいたりとか、いろんなこう、バージョンの生命体が3次元があるっていうのが設定できますね。そのうちの一つがここで、 で、アインシュタインからこれが分かってきたんですよ。え、e、E イコール MC ジオの考え方ね。で、ここから量子力学が始まって、ということは、私たちがこの世界に一つ人間として生きてるってことは、そこから瞬間瞬間がこう、無限の可能性の世界があると、10分後に何をしてるかっていう自分が無限にいることになってくると。こういうふうにだんだん量子力学って分かってきて、で、さら,さらに量子っていうものがどん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 ニュートンの時代よりも細かいものに分かれてきたんですよ。 えー、量子っていうのは、例えば、に、自分、人間の思考によって、その形を変えるっていうのがだんだん分かってきたんですよ。えー、関東、ヘーゲル、マルクスの場合は、人間の精神がもうないっていう。物質があって、それが物質が動いて、人間の精神がそれに合わせて動いてるっていう風うに言ったんですけど、そうではなくても、量子力学になると、精神の意識の思いによって、量子っていうのは動いていくっていう。まあ、つまりこれって要するに、自分が思ったものになるっていう、なんかいろいろ、 ありますね。なんとかカーネギの本とか。思考が現実化するとか、こっちが主流になってきたんですよ。ですから、ニュートンとか、ニュートンじゃないや、マルクスの考えが、考えたり物質が動いて人間の思考が決まるんじゃなくて、えー、精神があって、思ったことが現実化するっていう、こっちのことが量子力学でだんだんこう、立証されてきたんですよ。じゃあ、しかもこの、えー、精神っていうのは、量子っていうのは、時間と空間に関係なく存在してるんで、 漁師っていうのは、過去に戻ったり、未来に行ったりとかもできると。こういうことも分かってきたんですよ。まあ、つまり、人間が死んだ後、精神の状態に戻った後に、漁師の状態に戻ります、あのように。そうすると、スウェンデンボルルが50年に行った時に、いろんなバージョンの地球に行ったり、いろんなバージョンの火星や木星や金星、いろんなワスクに行ったように、思ったものにどん,どん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 なっていくっていう、こういう世界観が量子力学の中でだんだん出来上がってきましたと。だけど、こうなってくるともう宗教になっちゃうんで、 こういう言い方は、あの、物理学者はしませんね。はい。ですから、三次元に我々非常に肉体を持ってるけど、その実体は本来形にならない生命体で空であって、三次元世界にいて、で、瞑想すると何もない真空の状態に戻るけど、また目が覚めると、また同じ三次元空間の、なんかここ、日本のこの国のここの場所にいるっていう状態に戻ると。えー、ですけど、またあと、シスウェンデンボルグっていうのは肉体を置きながらも、えー、精神の状態になると、 三次元から見えない、重なり合ってる五次元世界に行ってきたって言いますね。で、その五次元世界にはいっぱい国があって、いろんな三次元世界とこう繋がり合っていて、その五次元の国は精神的にあった人たちがいっぱい暮らしてると。あの、その、いろんな時代のバージョンの地球も関係なく、いろんな生命体関係なく暮らしてると。で、なんか別なところに、別な国に遊びに行ったところ、とてもじゃないけど変な、 変な生命体も見たし、こっち行ったら変な奴らがいたとか、そういうのも言ってますね。ですから人間から見ると変ないろんな生き物もいるし、向こうから見ると人間も変な生き物に見えるんで、それがまあ霊界ですね。はい。で、そっから見ると、天空の城ラプターみたいに6次元が見えて、さらにその上に7次元が見えると。で、その上には、えー、宇宙を生み出す、形になる世界を生み出す、この世とあの世を生み出す、えー、太陽のようなエネルギーがあると。こういうふうに、えー、5次元、6次元の、えー、生命体たちは考えてますと。 で、要するに6次元ぐらいになると今度は、この5次元の性質を利用して、量子の性質を利用して、どこかのバージョンの地球に行きますと。それっていうのは要するに精神と物質はもうギリギリのところで、要するに幽霊って見えないのに、ある特定の人に自分の姿を見せたりできますよね。あるいはある人の夢の中に現れたり、精神の中に入り込んだりして、それがまた空間の中に目の前に現れたりしますよね。ですからこのぐらいのことが6次元の、えー 存在できて、それが今この地球に、バージョン、バージョンなんとかの地球に来て、我々の世界の今この地球の1万6千年前ぐらいに来て、それがヤーベって言って、えー、地球の生命体と自分たちを合わせて人間を作りましたと。で、最初にシュメール文明ができましたと、10代ですね。アダムからノアまで。で、その女の子たちが可愛いんで、えー、結婚したい子供を作っちゃったけど、えー、荒れて、ノアの構図に流しちゃったと。 で、次はバビロン文明を作ったけど、このバビロン文明のやつらがこの構造を5次元から6次元ぐらいの構造を理解しちゃって、自分たちのテクノロジーで5次元世界、6次元世界に迫ってきてしまったと。まあ、量子コンピューターが量子テレポテジションの事実ですね。はい。で、それも潰して散らしちゃったと。で、この次は、アブラハムのところに行って、アブラハムから生まれる二千万、200万人ぐらいのユダヤ人ように国を作らせて、そこに戒律を、えー、授けることによって、自分が6次元の神だっつって自分にキ依させて、それであの、まあ、 宇宙の根源史に消えさせようと思ったんだけど、もう常に戒律を破って、殺し合ったり、騙し合ったり、奪い合ったり、いろんなことやりながら滅亡しちゃったと。しかも一番上の世界から来たビッグバンを起こすメッシャーが来ても、それを教えてくれるメッシャーが来ても、それを殺しちゃったと。で、世界中に散らされてちゃったと。で、それがまた再び集まって、今度はロシャル県が中心になって、えー、世界を一回、第四の獣を利用して、えー、支配させて、それを、えー、長老たちス協力して、追い落として、そのシステムを奪ってしまうと。 で、それに挑戦してきた、世界政府に挑戦してきたロシアもまた、蹴散らして、そこにヤーベンが降りてくると。で、そこに、えー、ユダヤ人たちの、ヤーベンに帰営したユダヤ人たちの世界ができると。で、その世界っていうのは3次元の世界じゃなくて、それがそのまま5次元世界になると。つまり5次元にヤーベンを支配する新しいエデンができましたと。それを作るまでに、えー、シュメール人で失敗して、えー、バビロン人で失敗して、ユダヤ人でやっとできましたって言うんですけど、これもまた失敗するかもしれませんね。はい。 まあ大体こんな仕組みなんですよ。で、本当の宇宙の根源心である、まあ釈迦やキリストがこう生きてくると、この全体の仕組みを打って、で、下脱させると、弟子たちを下脱させると自分と下脱してしまそれは三ンになりますね、三次元で見ると。だけど、この世界に肉体を持ちながらも、スウェンデンボールも、この世界に肉体を持ちながらも、五次元に行きました、と、精神の状態は。で、釈迦のサンガも一緒で、弟子と如オライっていうのは三次元に肉体を持ちながらも、その精神は、 えー、主演ルムのいう7人を超えたその上の光輝く宇宙エネルギーを作る世界にある仏国土に生きてますと。で、そこで、如来は、えー、肉体を持ちながら仏国土に生きて、弟子たちを自分に消えさせて、法華経を授けて、そして磁気を授けてビッグファンを起こさせると。そうするとまた他の世界に、え、如来、菩薩として生まれていくと、そこに法華経があると。 そうすると、その世界の過去には必ず政府の世代がいて、それを推しを広めていると。で、保険に気がすくと、この全体の仕組みを気がついて、自分も弟子を取って、下脱させて、君たち如来に帰営して、必ず時期をもらえるのをありなさいって、菩薩の時に教えてあげると。と、それらの下脱した者たちは、菩薩に,如来に会いたいっていうことで、また生まれ変わってくると。で、どっかの世界で如来に会うと、下脱させてもらって、如来の解き明かしたこの宇宙全体の構造にいった保険を授けてもらって、ビッグバンを起こして、また自分も、また他の弟子たちを、えー、菩薩たちを生まれ変わらせると。 この永遠のこの仕組みが意味とか問題ってないんですよ、これ。何の意味もない。ただこれが存在なんですよ。ですから、これをやることを、お殺業とか慈悲って言うんですよ。で、何もないっていうことが、無限に始まりがあって、無限にプロセスがあって、無限に感染があって、無限の時期があって、しかもそれは滅人した状態が、す、え、べ、ー、てが終わった状態。しかもそれは何も始まってない状態っていう。こういう仕組みになってますね、存在っていうのは。はい。ですから、ニュートンってのは三次元世界の えー、時間と空間、あと、重力を発見しますと。だけど、アインシュタインでもう、それは壊れて、無限の時間、無限の別々な時間と空間の中に、いろんな生命体が生きていると。しかも瞬間瞬間違うと。で、それを、あの、シュレディンガーが何もない状態が、す、え、べ、ー、ての情報がある状態だと。だけど、ハイゼンベルがどっかに生まれ変わって、位置が決まらないと、それを考えることもで、自分が真空なって、理解することもできないじゃないか、ったところ、いろんな世界があるとは分かったと。平行宙ですね。はい。 で、エヴァレッタが無限の平行宇宙があると。三次元がいっぱいあると。で、法華経はここから始まって、無限の三次元世界には必ずニューライト、お札、ニューライト弟子たちがいて、解脱していると、それは、えー、肉体を置きながらも、宣伝ボルグの言う、このような穴を超えた宇宙全体を生み出す、その次元に生きてるってことで、そこで時期をもらってビッグマンを起こして、さらに、えー、宇宙をどん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 拡大し続けると。こういう仕組みになってますね。はい。わかったでしょうかこれが法華経の世界観ですね。はい。 で、星って本質的には何もない空気は何も始まってない状態で、この始まってない状態だからこそ無限に始まりやって、無限にプロセスがあって、無限にニ、えー、来がいて、そして時期を授け終わった、えー、密にした状態があって、その状態を3次元から見ると、何も始まっていない状態が、お、があるっていう。これですね。これ無償本人って言いますね。はい。えー、以上ですどうも。